アンリが傘刺されてる。わ、すげえと思って。いや、来たなこれ。僕だけかな、外出なかったのが。バーンってなって、うん、二段決まったらもう外出たいですね。そうですね。組の皆さんごめんなさい。僕は秋組が大好きなんで、ちょっと知ってるから大丈夫。大丈夫。全然知ってる。秋組から率直に映画を見た感想から聞いていきましょうかということでございますので、ぜひ秋組の皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。どうでした感想？いや本当にすごい綺麗に撮っていただいて、うん、とっても、うんうんうん、最初クランクインの撮影もね、僕野外だったんですよ、野外ロケで、うん、でバンリーの格好で外に出て、もうそれがもうすごい新鮮な感覚だったんですけど、うんうん、正直映像にどういう風に溶け込むのかなって、そういう風に心配もあったんですけども、もうすごい綺麗に映って良かったですよね、うんうん、いやその俺すごい覚えてるんだけど、はいはい、すごい暑かったんだよね。暑かったですね。かなり太陽の照りがすごくて、よくこう傘さしてもらうんですけど、そうです、ね、俺バスで現れたらさ、バンリーが傘さされてる。すげーと思って、いや来たなこれ、まあね、もう僕らも僕らで、うわ佐京さんいるって、佐京さんいるってなった。なんか面白い感覚でしたね。そう、不思議だったよね、うん、なんか歩道橋だったじゃないですか、一番最初なんか、はい、舞台ではとか、そう原作の中でもなんかこれといってここだって場所がちゃんとなんだろう、イメージがない中、あそこでやらせてもらえて、うん、僕らの中ですごくイメージがより湧いたっていうか、うん、あのシーンの、うん、どうだったりょうたろう。いやなんかみんなは今日お日様の元のロケあったじゃないですか、うん、野外で、うん、僕と多分僕だけかな、外出なかったのが。外出なかった。そうなんですよ、お風呂のシーンは外出てたんですけど。外出なかったってなんか言い方違うからね。引きこもってたわけじゃないですけど、太陽に当たんなかった。そう、太陽に当たんなかったから、なんかそれ、あ今度もしねこの映画がすごいボーンってなって、うん、2段決まったらもう外出たいですね。そうはい、いやでもなんかこう映画ね、僕らも大スクリーンで見せていただいて、はい、やっぱりすごい迫力がありましたよね。だしこう普段舞台で、もう一回やったエピソードじゃないですか、はいはい、でそれをこうもう一回なんか肉付けし直したというか、なんかすごい補完できた部分が多かったなって思いましたし、ね、はい、しかった。なるほどなるほど。ちなみにトッキーは映画やってみてどうでした？秋組といえば、っていうか佐古田お誕生日おめでとうございます。そうなんです、今日さん誕生日おめでとうございます。どうやってその話を今入れ込もうかなって考えて、3月5日は佐古田の誕生日なんです。全国の佐古田ファンの皆さん誕生日ですよ。佐古田おめでとう。おめでとう。佐古田の誕生日にちょっと兄貴への愛を、ね、語れるのが嬉しいなと思って、やっぱり佐古田的にはね、ちょっとお風呂のシーンなんかやばいですよね。え、お風呂のシーンなんだ。そこ、あいつは何を言ってるんだ。やっぱりちょっと冬組の皆さんごめんなさい、僕は秋組が大好きなんで、ちょっといいよ、秋組知ってるから大丈夫。大丈夫。みんな知ってるから大丈夫。全然知ってるから大丈夫。